シュレーモン、シュレーモン復元記念切っシュレーモンは、沖縄県那覇市首里にある、首里城関海門の外、首里を東西に貫く大通りである、綾城大道の東側に位置するパイロー型の門である。日本城郭でいう首里城の大手門に値する。柱は4本で二重の屋根を持ち、赤い本瓦を用いている。第2直尾王朝の時代、中国からの作法師が琉球に来た際には、 国王以下の高官らが、守礼門まで出迎え三期級高等の礼を取っていた。沖縄戦で消失したが、1958年に再建され、1972年には沖縄県指定有形文化財となった。守礼門、守礼の門は、そこに掲げられた変額の守る礼の国から来ている俗称で、本来は守礼門とも言われたが、庶民は愛称として、 上野綾門と呼んだ。上の方にある美しい門という意味である。これに対し綾門大道の西側に位置した廃炉を中三門といい、同じく下の綾門とも呼ばれていた。首里城再建に伴い色を塗り直される前の首礼門その創建年代の確定はできていないが、琉球王国第二直し王朝四代目の小西王の時に建てられていることはわかっている。 またその頃は、現在のような瓦武器ではなく板武器であって、変額は大剣であった。後に、主理の変額が掲げられるようになり、その後六代、昭栄王の時に、守る霊の国の変額が作られた。それからは、中国から作法師が来ている間は、守る霊の国の変額を掲げ、それ以外の機関は、主理の変額を掲げるということとなった。 しかし十代直室王の時には、守る礼の国の変額を常計するようになり、これが現在に至っている。なお変額となった、守る礼の国という言葉は、昭英の作法の際の中国皇帝からの招職にあった文言で、琉球は守礼の国と称するに足りるという下りから来ている。二千円紙幣 D 券の表面かつては、九州里城の敷地内に、 門だけがポツンと再建されていたため、パンフレットやガイドブックで、シュレーモンの写真を見て、わざわざ訪れた観光客が落胆するという、がっかり名所の一つに挙げられることが多かった。しかし、首里城本殿再建後は、そのような声は減り、D2000 円券の図柄として採用されるなど沖縄の象徴的建造物となっている。シュレーモン那覇港那覇空港シュレーモンの位置。 ありがとうございます。